雨の日の路地裏。今日もまた郵便屋さんがひどい苦労をなめています。どこまでが道でどこからが庭かわからないような路地、不規則に立った家々、不完全な所番地の付け方、郵便屋さんが苦労するばかりではありません。大事な手紙を配達してもらえなかった人はそれ以上の迷惑を受けるでしょう。何の計画もなく、なすがままに出来上がってしまった秩序のない町は、そこに住む人々に大きな不便をかけています。路地の奥にあるアパートに住む奥さんは、タクシーにうちの前まで入ってきてもらえないのが悩みの種です。雨の日に子供を病院に連れて行く時なんか、本当に泣きたくなる気持ちです。水たまりだらけの路地裏、大通りまでの遠いこと、整理はこうした人々に大きな光明を送ってくれるはずです。しかし同時に不安もあります。この歯医者さんは地主さんから土地を借りて自分の家を建て、仕事場にもしています。今度の区画整理で家を動かされる人の一人です。借地検査として、地主さんから現在借りている土地を何かの都合で返してくれと言われた場合に、この土地をやっぱり返さなきゃいかんもんでしょうか。それから家屋の移転については、一体市はどの程度我々に保証してくださるのかどうか。家屋の、自分の家屋をどう改築したいという場合に、地主さんやら、市や、自分の関係が一体どのようなことになるんでしょうか、ということが非常に心配しているわけです。借地権も借家権も区画整理によってその権利を失うことはありません。移転工事の方法としては次の5つがあります。引き屋、解体移築、特殊解体、除却、一部除却などであります。移転に伴う損失保障には建物の移転保障、工作物の移転保証、動産の移転保証、営業保証、仮住居等の使用に要するその他の保証等がありますが、保証金額の算定については、施工者は能率化と公平を期するため、一定の保証算定基準表を設けております。この塗り物屋さんは家を借りています。住み慣れた我が家であり仕事場ですが、実は大家さんのものです。区画整理の話を聞いた時、頭から水をかけられたようなショックだったといいます。区画整理で家が建て直される、その時大家さんから出て行ってほしいと言われたらどうしよう。生活はもちろんめちゃめちゃです。塗り物屋さんはある日、区画整理事務所を訪ねてきました。係員の説明を聞いて、それならばと安心し、納得しました。区画整理にかこつけて、借家人、借地人を追い出してはいけないという法律がちゃんとあるのです。こちらは、大町通りに店を張る漆器屋さんです。
ご主人は初め区画整理が不安でした。すぐ脇に新しい広い道ができたのでは、この通りが錆びれてしまうのではないかと考えたのです。しかし今の大町通りがお客様に決して喜ばれてはいないことが分かってきました。狭い道路に自動車が多くて安心して買い物できないというお客さん。ご主人はだんだんに会津の古いものを生かすには新しい街づくりが必要なのではないかと考え出したのです。